仙道庵慶長を12年2月17日は、戦国時代から江戸時代初期の茶人。はじめ昭安。後に、道安。号は、下級祭、不級祭、眠り大きな、仙南道安老人など。堺仙家の主。天文15年、仙僧駅の長男として生まれる。母は宝心明珠。仙家の客男だが宝心が母し。 利休が再婚すると、以後は利休と折り合いが悪くなり若い頃に家を出た。後に利休と和解するも、利休の再婚相手の連れ子で同い年である千、昭安との折り合いは悪く、修正茶会に両者が同席することはなかった。茶の道を治め豊臣秀吉の佐道八人衆に数えられるまでになった。利休切腹後は、飛騨鉱山藩主、金森長近に預けられ、撤居。 禁慎を命じられた。長金が茶人であったことから、信仰を深めたと見られている。文禄三年に許されて、堺に戻り、千家の家督を継いだ。その際に昭安の息子である戦争誕により、千家最高が達せられる。秀吉没後は、慶長六年、細川三歳に招かれ、佐道となり、無前水先で三百国を廃領する。慶長十二年、 武前の地にて死去。太宰府の創福寺に葬られた。現在の墓所は、堺市南州寺。道案はしばしば議定である千昌案との対比で、語られることが多い。中には昌案を、道安より優れていたように描く逸話もあるが、これは現存しているのが、昌案系統の三千家周辺のものである事実を考慮する必要がある。そうした資料の中でも道案についての称賛が、 参見されるところから、当時際立った才能を発揮していたことが伺われる。昭安は、先天的に足に不自由があったが、これが参選挙系統の資料では道安に置き換える、などの事実関係の祖語も確認されている。繊細な昭安の茶を生とするならば、道安の茶はどうであるという表がある。創作意欲が旺盛であり、その工夫は、簡素さの中に、 力強さを求めるものであったようである。ありがとうございます。